は、本川原京子と。佐藤美玖です。女性学、スタートです。こんばんは。シンガーソングライターの本川原京子です。皆さん、こんばんは。女優の佐藤美玖です。さて、始まりました。女性学。この番組は皆様に楽しんでお聞きいただきながら。ラジオというメディアから、ええー、さまざまな世代の女性に向けて発信していこうという番組です。この番組をお聞きいただいた方が。ジュエリー。 そしてブランド海外情報などにより興味を持っていただき女性の皆様のためになる番組になっていければ嬉しいです。 それでははまずは本川原,原京子さんは広島県のご出身で大学卒業後大手ジュエリーメーカーに就職の後ロンドンに留学帰国後カルティエ社に入社ハイジュエリープロダクトマネージャー職に従事その後ティファニー社に転職しセールスプロモーションのシニアマネージャーとしてイベントをプランニングその後2021年に独立株式会社ドゥーズ・バン・キャトル代表取締 締まり役宝石のバインイングデザイン販売イベント企画運営ブランド業界での講演コンサルティング業務など多岐にわたり手掛けられてらっしゃいますその一方でシンガーソングライターとしても2019年7月7日にミニアルバムまたあなたに恋をしたをリリース定期的にワンマンライブをか開催ジュリープロデューサーシンガーソングライターと2つの顔を持ち一人でも多くの女性のためにメッセージを送り続ける今後注目 の女性の一人ですそしてこの、えー、女性学本河原京子さんと番組を進行させていただきます私は女優の佐藤美久と申します、えー、現在はドラマや映画を中心に活動させていただいておりますそしてここ市川ララ FM さんで毎月第二、第四日曜日お昼十二時から誠の間毎月第二、第四金曜日夕方六時から佐藤美久の女優堂という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいております 皆こんな2人で皆さんのためになる情報を楽しくお伝えしていきたいと考えておりますのでどうぞよろししくお願いいたしますそれでは今回最初のコーナーは「ジュエリートピックス」のコーナー。 このコーナーはジュエリーに特化した巷のネットなど各サイトから拾い出したニュースやトピックスを取り上げていくコーナーです今回はジュエリーブランド4度 C の新作ジュエリーのトピックスについてご紹介させていただきますサイトによりますとジュエリーブランド4度 C は ヨンドシーブランドの原点である水をモチーフにした人気のコレクションノーブル・オブ・ウォーターから躍動感のある水の流れをイエロー・ゴールドの地金とダイヤモンドで表現した新作ジュエリーを2023年11月17日金曜日よりヨンドシー店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。 ノーブル・オブ・ウォーターはブランドの由来でもある「水」をモチーフに4度シーの原点となる思いが込められたコレクションはかなくも力強くあらゆる環境の中でしなやかに姿を変えていく水の形を表現しています今回の新作は「水の柔らかく壮大な動きをイエロー・ゴールドの地金で表現しダイヤモンドの輝きでアクセントを加えた」え華やかでありながらも 優しい表情を見せる、えー、シリーズ、えー、水の躍動感を映し,出し,映した、ね、曲線美がどこ,か、えー、どこから見ても美しいラインを作り出すネックレスや、えー、身につける人の動きに合わせて繊細に輝くリズミカルなピアスなど一点でも存在感を放つ特別なジュエリーが揃いましたどんなコーディネートにも寄り添うジュエリーは芯を選ばず身につける人の個性をさらに引き立てます。 水のさまざまな表情を映したビジュエリーをあなたらしく自在に身につけて躍動感あふれる水の流れをイメージしたボリューム感のある3種のネックレスが登場360度どこから見ても美しい立体的なラインにダイヤモンドの輝きを添え,えフリア・ フリーアジャスターの長めのチェーンと合わせたアイテムはイエローゴールドのラインにダイヤモンドが溶け込み繊細にききらめきますワイドに広がる一筆書きのようなラインが今までのノーブル・オーブ・ウォーターにないフェミニンな印象を醸し出すネックレスや2つのすっきりとした雫のバーがアクセントになったエレガントなラリエット ネックレスもトップスのデザインや全体のコーディネートに合わせて自由自在にアレンジできるネックレスは一つ持っているだけでこなれ感を演出してくれるアイテムですリズミカルに流るしなやかな水の動きをくるくるとした立体感のあるラインや渦を巻くような曲線で表現したイヤーアイテムも一粒のダイヤが上品にきらめくイヤーカフやフープ ピアス、えー、さらにチェーンが動くたびにきらめくピアスなど身につける人の動きに合わせて繊細な革靴を放つモダンなアイテムが揃います豊かな曲線美に、えー、ダイヤモンドを散りばめたリングも登場上質な、えー、デ,ザデザインにありながら、えー、他にない特なアイテムます 特徴的な地金のラインがコーディネートにアクセントを添え、ワンランク上の印象へと導きますというニュースなんですけれども京子さんの中で印象的なこうモチーフの重入りってありますでしょうかうん、そうですね、はい、やっぱりね私の中ではね、カルティエのパンテールですねあはい、うん、以前もお話しいただいた今日のモチーフなんですよね、うん、でね 実はね、はい、一つ一つね表情が違うんですそうでしたよね、うんはい、おっしゃってましたね、うん、可愛い目をしててねんなんかねリリッシーパンテールもいれば、はい、なんかちょっとなんか可愛い目をしたパンテールもいて、はい、なんかねデザイナーによってこれまた違うんですそれってすごいことですよね、うん、表情が微妙に違うんですよねでもね多分これに気づいてる人ってあんまりいないかもしれないんですああそうなんですか、うん、というのはね各お店に一個一個あるかないかだから そうで比べられる。<laughs> たくさんあるわけではないですか。そうなんです。なかなかね、見比べることができないんですけど、<laughs> <ん>私はね、あの、いつもたくさん見ていたので。でね、私にはわかります。<laughs> さすがでございます。<laughs> はい、もうその中にいる人にしかわからない情報ですね。素晴らしいです。はい。ちょっと私もびっくりしましたけど。<笑><笑>いいな。<laughs> ですよね <laughs>、はい。ありがとうございます、はいい。以上、ジュエリートピックスのコーナーでした。 ララグジュアリーーーブランド学のコーナーこのコーナーは長年カルティエティファニーといったラグジュアリーブランドにお勤めであった京子さんがラグジュアリーブランドについての解説あまり知られていないルールや中での生活裏話などについてお話しいただくコーナーです。はい えっとね前回、はい、ハイジュエリーって言ってね、はい、数千万円とか<ー>何千億円の、ねはい、宝石どんな人が買うのっていう話しました、ね、すごい世界けど、うん、ね。いねティアラをプライベートジェットでね王めに行った話とか <laughs>、はい、まあねなんかポルシェあげちゃった話だとかさせていただいたんですけど<あー> <laughs> 面白かっったですとっても<ー>、はい、ちょっとね少しね前回の続きをね、はい、お願いいたします。はい、パリリのねホテルリッ つでのお話です。はい、うん。なんかねん、すごい歴史のあるあの、はい、ホテルなんですね。ぜひ検索してみてください。はい、本当に素敵です。<laughs> はい。<laughs> クラシックのホテルで、あのね、アラブの女性で外を歩くとき、はい、全身をスカーフみたいなので覆ってるじゃないですか。ね。はいはい、そうですね。でもね。 ホテルのねレストランとかラウンジではね抜いてるんですね抜いてるいや覆ってないあどういう言い方すればいいんだろう外では覆ってなきゃいけないんですよね肌は見せちゃいけないというところで中に入るとねそれをなんかさーっとね取ってるすね。ていなんですそうするとね身につけているものが全部見えるわけですよはーなるほどなんとねそのねパリのリッツホテルで見た光景は 彼女たちが身につけている素晴らしいジュエリーたちでしたそもそもホテルリツにいる時点ですごい方なんですねそうですお金持ちですそうなんですよホテルリツにいる時点ですごい人なんですはいはいでねもうね全身ブランドコレクションっていう感じでもうね時計が全部ダイヤ腕時計ですよもう時計じゃないですよアクセサリーですからねそうはいジュエリーですね想像そう想像してみてください時計が全部ダイヤっていうことはね時間がわからないですよ 時計といいう役割は果たしてな本当にありますよねすごいダイヤすごいんですよ敷き詰めてありますからでね大きなダイヤのピアスとかもう素晴らしいデザインのリングネックレスもうそれがねまあもちろんカルティエ見たら分かるのでカルティエとかあとバンクリーフアーペルとかもうねそれあらゆるブランドの宝石を身につけ出してるんですそして洋服はシャネルバッグはエルメスバーキンかなバーキンかなしかもね <laughs> エルメスもダイヤ付きだったりしますからそれはそれは踊りのきますねなんと華やかったのことなんだろうとねそして優雅にホテルリッツのアフタヌーンティーされていたりしますもう脱いだらびやかうなんですよもう本当にそうもうきらびやかきりがないですそう。 でね、あの一番最初にティアティアラのねお話をしたと思うんですけど、それねカルティエのお店に行ってもね売ってないんですよ。これはねこういう特別なものはねオーダーになります。ああ、そうですね。でブランドでもジュエリーをねオーダーメイドしてるんです。皆さんご存知かどうかわかりませんが、それをねスペシャルオーダーってカルティエでは呼んでました。もうね価格はねそれはそれはお高いです。そうですよね。 もうね数百万円以上かな。はい、うん。で、まあただ日本のねあのお店に行って、はい、突然ジュエリーオーダーメイドしたいって言っても受けてくれるかどうかちょっと謎なんですけども。それって受けてもらうにはどうしたらいいんですか。うんちょっと馴染みのお客さんになった方がいいかな。その店舗でいっぱい買ってっていうと思すよね。<laughs> はい、はい、そうですね。すごいな。うんはい で普段はまあ今受けてるのかなちょっとわかりませんけどただやっぱりイベントの時とかにねこういうジュエリーのなんかオーダー会みたいな私はやっていましたすごいはいでねどんなものじゃオーダーするのそうですねそこれねリングネックレスブローチが多いですブローチへやっぱりなん一般的なものが多いんですけどでもねあのパリの本社で見せてもらったデザイン画の中にはメガネメガネはいバッグアバッグはい置き時計 おきのけのスペシャルオーダーのデザインがとか結構ありましたちょっとあの想像してみてくださいメガネどこが宝石みたいな思いました思いますよねあのね絵の部分ですこの耳耳隠れ絵の部分あれ全部ダイヤモンド敷き詰めてありますまあ好きなところに入れられるんですけど目の周りに入れようと思っても入れられますそうですそねすごいバックどこだと思いますえ どこなんですか？<laughs> 留め金のところあーなるほど。<laughs> そうなんですよ。私はね。エルメスもそういうことをやっていらっしゃるようで、うん。あのケリーバッグのあの留め金のところ、全部あのダイヤモンドとか見たことあります。<laughs> ね、<laughs> 何千万円だって言ってました。<laughs>

時計本体がね、水晶や翡翠を使ってるんですよ。<laughs> はい、で、その他いろいろの部分に、もうどんどん色石が使われている感じです。<laughs> ここはエメラルド、ここはルビー、ここはダイヤとかって言って、それもオーダーできるので、はい、まあ自由自在ですね。はい、すごい。 そんなバーンって置いてあったらねもう存在感半端ないですそうですよねそうすごいですよねいや世界は広いですね石を選んで希望のデザインをデザイナーさんに一からデザインしてもらうはい先ほど言ったようにね私はカルテイ時代石の担当者とデザイナーに日本に来てもらってスペシャルオーダー会をやってたんですこれがイベントですすごいですお客様のご自宅までねあの邪魔したこともありますはい で、その時にね、はい、あのブローチを、例えばオーダーされたお客様がいらっしゃいました。はい、ね。ご自分が飼っていらっしゃる猫のデザイン。いやー、すごい。そうなんです。ご自宅にお邪魔して、写真でもいいんですけど、はい、まあ、ちょっと動きを見て入って、デザイナーが言うので。うん、かっこよそうなんです。おお <laughs>、<laughs> お邪魔して、はい、猫ちゃんが歩いてるところを、ちょっとスケッチしてもらって。はい、で、何個かこう動きも、ね、こうデザインしてもらって、その中から好きなものを選んでいただいて。 さにいろんなアイデアをデザイナーが出してくれて、はい、最終的にじゃあこのデザインじゃあこの石を使いましょうって言ってデザインがが正式に出来上がってくるんですはい、ね、デザイナーがねとあの石の担当者がベストの提案をしてくれますので。 でそれで制作が始まって、うんはい、まあでもね実際の商品を手にするのは約一年後です、はい、わーすごい、うん、オーダーならでの楽しみですねあ、まあ、そうまあそうですね、うんうん、これはねもう本当贅沢の極みです本当に極まれてますね、はい、これはねだって世界に行くしかないんですよいやすごいことですね、うん、その方だけのためのジュエリー本当、うん、に素敵です、まあ、大好きですこのオーダー受けてる方も楽しいですもんね本当に楽しかったですよいや本当 ドラグジュアリーブランド人、本当にすごいなと。こう、あの恭子さんのお話聞いて、いつもいつも思いますね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。以上、ラグジュアリーブランド学のコーナーでした。海外グルメ学。 さて続いてのコーナーはお聞きの通り「海外グルメ学」ということで海外でのお仕事が多い京子さんえいろんな美味しいものやびっくりされたお料理も数多くあったかと思いますのでぜひリスナーにの皆さんにですね、えー、今後海外に行かれる際には、えー、知っておいてお得な情報やおすすめ料理なども含めていろいろとご紹介いただきたいと思います。はい まあねアメリカヨーロッパはもちろんプライベートでもまあいろいろ行ってるんですけどまあねあのお仕事で行っていたパリやらニューヨークの話がいいかなと思いまして今回はニューヨークですニューヨークニューヨークみなねニューヨークって響けかっこいいですよねもうかっこいいですよ NY ですからね NY ですそこのねパセというねパセパセ あのフレンチレストランなんですが、はい、これねカリスマシェフと言われる、はい、トーマスケラーが、はい、あのニューヨークで最高峰と言われるレストランを作った、はい、いやすごいですねしかもね最も予約が取りにくいレストランって言われている六つ星のレストランですー、はい、へー えっとねマンダリンオリエンタルホテルのね、はい、隣にビルがあるんですけど、はい、タイムワーナーセンターっていうところになぜか四階にあるビルの中にあるんですけどね<ー>でもねそこからねちょうどセントラルパークが見渡せて<ー>とても素敵なんですよまた立地も素晴らしいんですねそうなんですうんまあお値段もそれなりですけど <laughs> あの私はちょっとあのえー、っと検索させていただいたんですけど <laughs>、うん、結構あのゆきさんが <laughs> だいぶ飛んでいくですよねびっくりしましたもうねあのそうお料理とワインのマリアージュが素晴らしいんですけどまあねワインもまあまあしますからそうですよなのでお値段がまあまあしますいやすごい世界ですねはいでもねとてもね美しい遊び心のあるね創作料理ではい私はね二三回行ったんですよはいでその中の一回はティファニーのねレセプションパーティーはい で、もう一回はお客、もう一、二回はお客様とご一緒させていただいたんですね。はい。で、世界中の V. I. P. のお客様がご招待されるパーティーがね。一、はいはい、年に一回、ニューヨークで開かれるんです。すごいそうなんです。その前日のお食事会みたいなものでね。<ー>行きましたね。もう、あの、最後の、もちろんデザートは、なんかティファニー、テロゴが入った<わ>デザートになりますが <laughs>。かっこいい <laughs>、ね。まあ、ティファニーの社長の挨拶から始まって。 皆さんこの日はねドレスアップをしてお食事を楽しむ、うん、そんな素敵な夜ですじゃあ京子さんもドレスアップしてもちろんですんいやーすごいそうなんです自腹で買いますよ <laughs> <laughs> そうですよね、はい 仕事ですけど。素晴らしい。うん、そうなんですよ。でね、まあパーティー以外にお客様と行った時も、まあゆっくりとね、もう美味しい食事を楽しみましたね。本当美味しかったです。お腹いっぱいになります。そうですよ。はい。もうフルコースなので、お腹いっぱいになります。お腹すかしていってください。で、まあニューヨークでね、都会的なフレンチを楽しみたいなっていう方はね、よかったら、ぜひ行ってみてください。でも、あの絶対予約していってください。難しいので。おっしゃってましたよね。一番予約。 取れない、取りにくいんです,よねです。<laughs> はい、なのでもう絶対うまく必須です。あのホームページの,あのインスタグラムも拝見したんですけど、うん、あのな。 料理自体がもうなんかもアクセサリーじゃないですけど作品みたいな感じがして食べれない食べれないまあまあカラフルだしそうなんですよそしてねなんかね本当ね造形なんですよね造形みたいな感じすごい美しくてお皿もやっぱり美しいじゃないですか美しいですなんかもう汚すのも恐れ多いみたいな感じがしますなんかデザートになってくるとねなんか壊すのがもったいないなって思うそうですね本当に そんな感じですね。へえ。なんか緊張されたりってするんですか、京子さん。こうやっぱこういうとこたくさん行かれていらっしゃる。いやもうね、こうなん爆発です。あやっぱそうなんですね。うん、もうね慣れてハンハンって入っていてハンハンって食べますよ。<laughs> <か> <laughs> かっこよすぎそれがもうかっこよすぎますよ本当にでも最初の頃は緊張しましたよやっぱそうなんですねどっちからフォークのナイフ取ってくんだっけみたいなマナー的なところそうそこから最初は緊張しましたそうですよねマナーもありますもんねでもねそのうちね自由なんだなっていうのが分かって間違って使ったらちゃんとねあの補ってくれるから大丈夫なんですなんかそれ聞けてちょっとそうまあ行くことあるかわかんないですけどももうね行っねみた方がいいかも行ってみた方がいいかも ダセ、ね、じゃなくてもいいけど <laughs> いやもうぜひあの皆さん一度はあのぜひお金をね貯めてたそう貯めてでて海外で行くっていうのがポイントなんですよそうですね確かにそうかもしれないですね、うん、日本にもねこういう有名なフレンチありますけどでも海外で経験してみていただきたいなと思います,ますサービスも違うしうんなんかね なんか料理の量も違うような気がするし。あ、今そうですもんね。うん、はい。あと合わせるね、ワインとかもね、違ってくるので、それはね、<ー>経験していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、皆さんもぜひぜひ、あの楽しんでいただいて、えっと、ぜひ皆さんにも訪れていただきたいなというふうに思います。<laughs> 以上、グルメ学のコーナーでした。 皆さん、女性が楽しむと書いて女性学いかがだったでしょうか。今お聞きのこの番組女性学は毎月第二、第四木曜日夕方五時三十分からお送りしておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただけたら嬉しいです。えー、京子さん公開の放送いかがでしたでしょうか。うん、なんか感慨深いですね。今年が終わるっていう。いやもうそうですね。<laughs> 本当ですよね。もうあと数日したらということで,、うんでそ。そうなんです。はい、ね、なんか今年はこのラジオを始めさせていただいて。う そしてねなんか年、ね、末、ま、にこういうねまたいろんなお話をさせていただく機会があってな、はい、なんんか感感慨深いそ私もすごい貴重なお話を聞かせていただけてるので <laughs> もう私も行ったかのような気分 <laughs> になっておりますけど <laughs> はい本当にいつもありがとうございます。<え>はい えー、そして番組でお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので宛先をお伝えいたしますメールアドレスは info at mark plus-vox.com info at mark plus-vox.com 女性が楽しむと書いて女性学までお待ちしておりますそれでは女性学またお耳にかかりましょう皆様のお相手は 本川原京子と佐藤美久でした皆様最後までお聞きいただきありがとうございました